ムーになんかね、かまぼこのね、板をね、あげたらね、気に入った。むっちゃ落ち着いてね、なんか眠って眠ってる。身はほとんどついてないけどね。一応ね、かまぼこもね、調べたんですよ。かまぼこスペースポメラニアンで、そしたらね、全然ちょっとなら揚げていいらしい。ただね、玉ねぎとかエビとかイカとか入ってるそういう練り物は揚げちゃいけない。さつま揚げ的なね、こっちで言うと、うん、シンプルなこの板わさっていうかまぼこね、板わさをね、つまみにして食べてて、この板をね、ムーに見せたら、こそぎ夜前まで相当美味しいらしい。ずっとしよう。かまぼこ、うわ、おでこが割れてるじゃないか。危ない危ない。取られそうやけど、取らん取らん。めっちゃ姿勢が低い低いね。取らんよ。かまぼこはね、なんかあんまり食べんやったけど、食べんやったね。この板、板は好きやね。木が好きやもんね。もう もし落ち着きがない子がいたらね、これあげてみて。うっとりしてる。猫で言う馬と旅みたいなもんかもしれん。木をもし食べる子がいたらもう取り上げたらいいけど、ムーは今んとこ大丈夫。こそぎ前歯でちょっとだけついてるの。ここついてるけ、爪で取ってあげようか。ほら、見える？これ。美味しいね。むっちゃ眠りよる。ポコポメ。お。ずーっと舐めよる。ちゃんと宝物のようにベッドに持っていって。ねえ、美味しいね、ムー。これで多分親父は週に1回かまぼこを買ってくることでしょう。大丈夫大丈夫、トライよ。ほら、こんな感じ。あ、顔怖。顔怖。うわ、すごいね、ムー。うわ、噛んだ。ほら、噛んだ。すごいね。かっこわ。かっこいいね、ムー。野生の顔や。お前はかっこいいね。気持ちいいね。ほら、噛むのが。歯が食い込む。まだ眠りよる。必死です。ムーの新しいおもちゃでした。バイバイ。めっちゃ警戒してる。トランプ、バイバイ。うわ、かっこいいね、顔が。あ、パキッてた。